世代交代は、世代交代として最もよく知られているのは、シダ植物のそれであろう。シダ植物の本体は、核層としては、複層、つまり 2n である。シダの本体は成熟すれば、その葉の裏に、胞子能の集まりをつける。胞子能の中では、原数分裂が行われ、それによって放子が形成される。従って、胞子の核層は、n である。 胞子は単独で発芽し、全容体となる。全容体の角層は N で、この全容体の亀面に、増卵期と増生期が形成され、そこで作られた卵と精子の受精によって受精卵ができると、それが発芽して、シだの本体が作られる。このように、原数分裂で胞子を作る 2N の体と、配偶子を作る N の体がそれぞれ独立に存在するわけである。 このように、二つの体が生活感の中に交互に現れることを世代交代という。胞子を作る世代を胞子体、配偶子を作る体を配偶体という。このことを、胞子を作って無償生殖する世代と、配偶子を作って有性生殖をする世代が交代するものとみなし、胞子体を無償世代、配偶体を有性世代と呼ぶこともあった。 死だ植物に見られるような世代交代を行うのは、ケ植物、出植物、滑走類、緑草類などの藻類などに見られる。菌類では、ツボカビモ門の代わり水カビなどに、同様の世代交代を行うものが含まれる。また、有効虫類も、このような世代交代を行う。動物では、このような例は知られていなかったが、近年発見された、有林動物門が、 このような角層の変化を伴う世代交代を行うことが分かった。緑層類の青さなど塩グサめでは、配偶体と胞子体はほとんど同じ姿である。これを同型世代交代と呼ぶことがある。滑層類の網地グサめや磯が荒めなどもこれにあたる。変わり水カビの世代交代するものも、世代の違いによる差はほとんどない。しかし、多くのものでは二つの世代は、 大きさが異なり、多くの場合に、明確な差がある。これを異形世代交代と呼ぶ。シダ植物では、放子体がはるかに大きく、配偶体は、ごく小さい。このように、放子体が大型になるものは、滑走類のコンブメ、緑走類のつゆの糸などに見られる。出詞植物は、これの極端なもので、配偶体は、有性のものが、花粉に、非性のものが、 肺の鬼まで縮小し、外見上は、胞子体のみで、生活感を全うしているように見える。種子植物の体が大型で複雑であることを、服装の核を持つことと関連させて考える見方がある。しかし、苔植物では逆に、配偶体が中心になっている。同様の例には、滑走類の蚊やものり目や、緑走類の人エグサや羽モなどがある。生活感の中で、 栄養を摂取して成長する生活を行う体を栄養体というが世代が2つあっても一方が極端に小さくて一時的なものである場合にはそれを栄養体とはみなさない場合がある四方動物の生活感が世代交代と呼ばれる場合がある世代交番とも呼ばれる例えば水クラゲなどはクラゲが卵と精子を放出すると受精卵は発生を進めて 楕円形のプラヌラ妖精となる。この妖精は硬い底面に定着すると上側の口の周囲に触手を持つポリップとなる。ポリップは分裂によって無性生殖を行って数を増やす。やがてポリップは多数の皿を重ねたような姿に分裂し、個々の皿がバラバラになってそれぞれがクラゲになる。クラゲは成長すると卵と生死を作る。死亡動物でも イソギンチャクやサンゴは世代交代をせず、ポリップに生殖層ができて有性生殖を行う。ユークシ動物は四方動物に近いが世代交代をせずクラゲのみが存在する。このように妖精であるポリップが無性生殖を行い、親であるクラゲが有性生殖を行うことから前者を無性世代、後者を有性世代と呼び、この生活感を世代交代であるとみなすのである。 しかし、この両者は成長段階として連続しているとも見ることができ、その核闘はどちらも逃げぬである。従って、植物などに見られる核闘の交代を伴う世代交代とは全く異なる現象である。変形動物の吸虫類や常虫類も陽性が無性生殖を行うので、同様に世代交代を行うと言われることがある。ただし、この場合、二つの世代は、 格層としては同じである。また、二つの世代が本当に別の世代とみなせるかどうかには問題がある。工業製品やシステムでしばしば世代という言葉が使用される。これは製品やシステムの土台をなす基本的な考え方、例えば製造手法やキーデバイス、システムのインフラをなすインターフェースやプロトコルなどの枠組みが大きく変化した場合に用いられる。 製品やシステムの土台をなす様々な技術にはしばしば量や性能や規模の拡大といった緩やかな変化ではなく質的な大きな変化を伴うことがありこのような変化の前後に対して大 X 世代などのような言葉が用いられる歴史的なものでは動力やエネルギーや生産方法の質的な変化に注目して世代の変化点を産業革命や エネルギー革命といった用語で表現する。ありがとうございます。